どうもなおちんです。さあ今日も妖怪学園 Y ワイワイ学園生活をやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はね、一番難しいクエストをやってみようと思います。コメントでももらって、久しぶりに戦ったら勝てたよとかそういうコメントもらいました。俺もやってみようと思います。確かすっごい強かった気がするんだよな。まあ、とにかく行ってみましょう。 SD チケットは数に限りがあるので失敗したくはない。行くぞ。ではこいつだったね。行きましょう。今回はブルームーンじゃなくてハースウォーカーで来ております。どうだった？ああ、思い出す。そう。あそこに入ると、無重力になるんだよね。で、無重力は、いいこと悪いことあるよね。回避できたりもできるけども、完全に無防備になることだってあるので、そこを、ちょっと注意していかなきゃいけないかな。オッケー。意外といけない？おぉ、ちょっと待って。そうか。こいつの周りに、あれだ。おっしゃ、OKOKOK。雷が降ったり、竜巻が出たりとか、いろいろ、こういうエフェクトが出るんだよね。そう。思い出すな。基本的には、攻撃メインよりも、回避メインで戦った方が安定するっていうやつね。で、ネコスカドライブは、技のキャンセルに使えるので、あーそれもある程度狙っていかないといけない。危ない攻撃が来たらキャンセルしてあげるという、そういう感じね。あ、やばっ、いけないぞ。これね、あったこういう攻撃。ちょっと待って、俺ゴールポストの中に俺ハマってるよ。あっ、ね、あのタイミングが分かんないな。こいつが大技を出すタイミング、どうだったっけ、なんかモーションがあったっけな。いや、モーションは確かあったと思うんだよね。いけ、でもモーションが出た時には、あっ、上とかした、要注意なんだ。ああまあいいか。あぶねえ、そうだ、これ2つ出した時だ。ちょっと待って、切り替えて、あぶねえ、これ相当きついかも。あー、わお、結構きつい。まずちょっと1回出せよ。これ一人で戦ったり俺してたよね。一人で戦って、ああ、まあいけるもんか。敵の癖とかを見抜ければ、まあまあいけないこともないか。あぶねえ。とりあえずよく見るようにしよう、まずはさ。全然覚えてないから、敵の癖とかをさ。あぶねえ。AP が減ってくれば減ってくるほど、なんか攻撃に変化があるもんね。おわい、減る、めちゃくちゃ減る。よし、チャンス目、これない2回チャンス、いけるぞ。 OK、 いけ、うん、雷は要注意だよね、負けるから。よし、オッケー、よし、おーい、すごい攻撃だな。じゃあグレートか、うわー、止まって、あ、いいか、これ2つ来た時には攻撃が来るから。あ、でもキャンセルしちゃった。じゃあ下に下ろして、下に下ろして、
よいしょ。これ判定が結構、あ、危ない危ない、死ぬ死ぬ死ぬ、あの竜巻に巻き込まれたら死ぬ。ちょっと待て、一回やらせる。あー、一回やらせたい。よし、あと任せた。よし、いいぞ。あ、どこ死んでるの。あ、もう昇天したか、昇天しちゃったと。またろう、知らない。ちょっと待って、これやばい、あぶねー、あぶねー、死ぬとこだった。ラント君大丈夫ね。ノルチカがちょっとピンチかも。これ最後の最後が結構きついぞ。いけ、よし、あぶねー、いける、よし、オッケー。とにかく必殺技でね、チャンスを入れていきますよね。あ、ここはもうアーソーカノアがもう正解正解。ブルームーンだから絶対きつかったね。やっばし、ビギスト、やべえ、攻撃エグい、エグい、エグい、攻撃がエグい。あぶねえ、嘘でしょ。ああ、あ、来た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 、大丈夫、来るよ来るよ、来た、オッケー。あー、やばそう。じゃあでもあとはもう押し切ろう。よっしゃ、もうちょい。あー、すごい攻撃だ。よし、あと一発、よし、これ一人じゃ無理だ。前1対1で戦ってたけど、今ちょっと無理だ、勝てない気がする。うん、ちょっと慣れていかないと厳しいね。はい、ということで今日はマゼラギガース行ってみました。4人だったからなんとか行けたけど、1対1ならちょっと無理かな。うん、なんでもう少し慣れていかないといけませんね。はい、まあ、とりあえず夏の間やりますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。